お二人ともあれですよね、3人のお父さんですよね。はい。10年以上チームメイトで3人のパパだったら、なんか家族ぐるみの付き合いだったりとかするのかなとか思ったりとか。こいつ全くしないんだこいつ全くしないんだ。まあ俺もスローじゃないですけど。それこそ天皇杯優勝の時の川田選手のコメントとかを聞くと、もうすごい深い付き合いなんだろうなって思っちゃったりとかしたんですけど、まあ場面場面でまあこいつが移籍しようかなとかいう話の時だけは引き止めたりとかしたんで、引き止めたら責任はあるよみたいな感じでこいつは言ってるっすけど。なるほど。山本選手から川田選手に相談みたいなのはあるんですか？あるわけないじゃないですか全くないですよ。まあまあまあ、僕はまあさまざまな葛藤っていうか、普通にもうサッカーはちょっとそろそろ厳しいなっていうのは自分の中でちょっとずつあるんで、ただそれを選手に相談するとなんか自分がこう弱音吐いてるみたいな感じになっちゃうから、まあ相談するのはまあ家族ぐらいで、まあそこでいつも決断するって感じですけど。まあ、ちょっと今長い付き合いみたいな話を振りましたけど、そのなんで長く甲府に所属してこられたのかっていう、そのお子さんの2人だからこそちょっとこういうのって改めてになるかもしれないんですけど、まあ、僕はもう前のチームとこのチームしか経験してないんで、他のチームと比べることはまあ最近特に難しいですけど、やっぱり出ていった選手からやっぱ甲府が良かったっていう風な話をよく聞くし、まあ、それってまあハード面というか、その環境面ではやっぱ他のチームに劣ってるけど、まあ、他の違うチームに行った時に感じるそのチームの雰囲気とか、まあ、会社との関わり方とかっていうのが、まあ、そこが一番このチームの魅力なのかなっていう風には感じますけど、まあ、まだまだ自分たちのチームもっとこう進歩していかなきゃいけないし、僕が、まあ、これだけ長くやってて自分の思い描いてたクラブになるのに、まあ、5年ぐらいちょっと僕の中で遅れちゃってるかなって感じもするんで、まあ、まだ選手ですけど、そういうのもなんとなく自分の中では、まあ、もう少しいいクラブになり、なりるのにこう手伝いはしたいなと思ってますけど。川田選手はどうですか？そうですね、まあ、なんかやっぱり周りの人たちの応援とかはすごく距離が近く感じれるというか、まあこの地方クラブなんで、まあ本当に声かけてくれる人もやっぱり多いですし、まあ距離感近いというか、まあその本当に親戚友達ぐらいの感覚で頑張ってよっていう声かけてくれる方多いので、まあ、そういうところだったり、まあ、チームっていうか選手が真面目というか、頑張る選手、みんな頑張る選手なので、まあ、その監督が言ったことに対してみんなちゃんと一つの方向を向いてやろうとしますし、まあ、そういうところはやっぱりいいところなんじゃないかなと思います。けど、まあ、特にここ最近天皇杯だとか ACL とかって結構、まあサポートの数も多かったんじゃないかなと思うんですけど、そこは見てみてどう感じましたか？まあ、一つ天皇杯取ってサポーターの人たちがこう誇れるものができたっていうのは、こんだけ2人は長くやってて、まあ少し恩返しできたなっていうのは特に感じますけど。それこそ ACL では他クラブのサポーターも応援してくれたってなかなか珍しい光景だったと思いますけど、あれどう、選手たちとしてはどう感じました？率直に。なんか本当に日本のサッカーってやっぱ素晴らしいなっていうのと同時に、まあ多分ヴァンフォーレ甲府でしかできない取り組みだと思うし、なんかそういうところのこう、もしかしたら逆にアンチもいたかもしれないじゃないですか、はい、自分たちのチームだけでっていう人もしかしたら中にはいたかもしれないけど、まあ、そういう雰囲気にはならずにこう一緒に応援してくれている人に対して他のクラブに対して感謝してたりとかっていうのが、
まあ、バンオレらしさとバンオレのサポーターらしさというか、なんか、まあ、本当に素晴らしい光景だなというふうに思いましたけどね、はい、クラブ、まあ、僕個人としてはやっぱり山梨でやりたいというのが一番ありましたけど、うん、平日ナイターでやっぱ国立になると、うーん、山梨の子供たちが見れないっていう可能性は高まると思うので、まあ、そこはやっぱり、うーん、今後出れるか分かんない大会なので、まあ、見せれるチャンスであったと思いますけど、まあ、それが、うん、まあ、叶わなかった時に、まあ、副産物として、まあ、なんかそういう他のクラブのサポーターの方たちが応援してくれるっていうのはいいのかなって思っちゃう部分もありましたけど、でもそれも、まあ、うちの甲府のサポーターもなんか受け入れたというか、まあ、そういう一緒に応援してくださいっていうスタンスだったので、まあ、そういうなんか甲府らしいというか、やっぱり応援してほしくないよっていうクラブのサポーターも多分いると思うんですよ、他のクラブだったら。それがなんか、まあ、うちのサポーターだからこそできたことかなと思って、まあ、逆にその山梨でできなかったですけど、国立でやれたメリットというか、まあ、そういうのがそこだったのかなと思います。今のサポーターだけじゃなくて、あの前もう辞めてしまった方ももちろんいると思いますけど、そういう人たちが、まあ、作り上げたそのバンオレサポーターっていうその空気、まあ、僕が感じるのは、まあ、本当はブーイングしたいところでもブーイングしないで選手を後押しする、そういう応援をしてくれるっていうのが、まあ、そういう姿、その真摯的な姿っていうのが他のサポーターの人たちにも伝わってるっていうのは素晴らしいことだなと思いますけど、ちょっとサポーターの話から、話が変わりますけど、天皇杯優勝から始まり ACL グループステージ突破と、この躍進が続いている要因ってお二人何だと考えてますか？何かあります？まあ僕は、まあ、僕は、まあ、天皇杯っていうトーナメントをやっぱ勝ち抜けたっていうことが、まあ、チームとしてのすごく大きな自信となっていて、その一発勝負にっていう、そういうところに対しての、こういうことをしてれば簡単に負けないし勝つチャンスがあるっていうのを、まあ、選手は変わったりもしましたけど、なんとなくそういうのを選手、まあ、一人一人思っているところがあるのかなと思って、天皇杯勝ち抜いた人に今振ったんですけど、そこかなと思ったんですけど、僕は、はい、やっぱりそう簡単に出れる大会じゃないので、まあ、みんなのモチベーションが高いというか、まあ、楽しみにしている部分がすごい、うん、大きいし、まあ、1試合で、まあ、選手人生変えられる可能性もあるので、まあ、そういうなんかワクワク感を楽しみながらやってるのも大きいと思いますし、まあ、あとサポーターもなんかすごい楽しんでる感じあるので、まあ、そういう一体感がいい方向に向いてるんじゃないですか。この躍進に対する反響ってどう感じてますか？やっぱりサッカー選手なので、やっぱ J2 リーグを戦ってる以上、まず J1 昇格っていうのをすごくこう意識して、それを成し遂げなきゃいけないっていう気持ちが強くあって、自分たちがそういうふうに感じる余裕っていうのは、まあ、正直あんまりないですけど、まあ、今言ったように一つの試合をサポーターとともに作り上げて、まあ、アウェーの遠い地にも相手のサポーターを超えるような人たちがたくさん来てくれて、まあ、そういうのを見ると、まあ、こんな風にできるチームになったんだなっていう風に少し感慨深いところは、まあ、僕の中でありますけど、はい、この躍進が続いている中でのこの ACL 決勝トーナメントを控える、この今の心境っていうのはお二人は率直にどうですか？まあ、すごい強いチームと当たっちゃったなっていうのがまあ正直な感想で、ただ、まあ、どの強いチームに対しても
本当に立ち向かってきたチームなので、まあ今オフ明けでまあ体も厳しいですけど、徐々にその強いチームとどういうふうに戦っていくのかなっていうふうに考えると、まあワクワクするというか、まあいい結果残してやろうっていう、まあ、そういう気持ちになってますけど、まあ多分誰もトーナメント上がれるとは思ってなかったと思いますし誰も期待してなかったと思うんですけど、まあなんか、まあ、ここまで積み上げてこれたんで、まだ終わらせたくないなっていう気持ちは多分みんなあって、まあ、なかなかこういう舞台で戦えることないので、まあ相手が強いのは十分承知してますけど、本当何かを起こしてやろうという気持ちで戦えるのはすごく大きいですし、でもその反面ちょっと大差で負けたらどうしようっていう不安があるんですよね意外とネガティブなことばっかり考えるタイプなんで、決勝もそうでしたけど天皇杯とか鹿島とやった時もそうですけど、テレビ中継とか入ってくるじゃないですかそうなってくるとこの大敗した時のダメージがすごいんで、そっちの心配もあるんですよ。それ本当言ってたもんな、はい、5-0 決勝で 5-0 とかで負けたらどうするって それはやめましょうみたいなこと言ってたからねそういう心配もありつつ、でも、まあ、こういう大舞台をみんなで戦えるっていう、ワクワク感というか、やってやろうぜっていう感じもありつつ、勝負のポイントを挙げるとしたらどんなところになりそうかなってイメージしてますか。まあ、今年一番最初の試合なので、新チームとして今選手も入れ替わりましたし、難しいところあると思うんですけど、まあ、その試合に対して、まあ、チーム一丸となってどれぐらい意識を持って準備できるかっていうのがまず一番大事で、まだ韓国のチームのその映像とか見てないですけど、やっぱり戦う気持ちとかっていうのは日本のチームより大きいと思うので、強いし、まあ、そこで負けてたらまあ話にならないかなっていうふうに思ってますけど、いやもう本当に一発目の入り方とか、まあ、先制点はすごい大事だと思いますけど、まあ、トーナメントですけど2戦あるん でまずアウェーなので、そこで大敗してホームでひっくり返せない状況にだけはしたくないっていうネガティブなんで、本当に可能性を残してホームに帰ってくるっていうのは一番大事かなと思うので、まあその戦いができるような第一戦にできればなと思いますけど。これは毎年のことになっちゃってますけど、主力が引き抜かれ入れ替わってきた中で、もう長くいる2人から見て、そういう時に一番大事なことって何か挙げられることってありますか。そんなに意識してないよな。なんか何も特にまあ、本当に新しく入ってきてくれた選手たちをがまず甲府っていうチームはどういうチームでっていうのをなんかすごく理解してプレーしてくれたりとか取り組んでくれるのが大きいので、なんか僕たちから特別こう振ってこうだよっていうようなことを言わなくても、自然とこうしっかりこうサッカーに向き合えるような、まあそういう環境だったり準備はできていると思うので、まあ特に何かをしなきゃとかっていうことよりも、ピッチに立って全員で一つの目標に向かってトレーニングできるっていうところがこのチームは一番素晴らしいところだと思うんで、そこは、まあ、どれだけ入れ替わっても変わらないかなとは思いますけど、はい、でも入れ替わるのはもう慣れましたね。慣れましたね。毎年いなくなるんで、まあ、僕もいつ移籍しようかと思ってた方なんで、で、まあ、その選手がステップアップするっていうのは当然のことだと思うので、もう慣れましたね本当に。移籍するんだねぐらいの、行ってらっしゃいぐらいの感じなんで、はい、で、まあ、新しい選手が入ってきて、まあ、キャンプで、コミュニケーションを取って、こういう時はこうしてほしいとか、
そういうことを伝えるぐらいですかね。あともう本当に年取ってきたんで、若手が、あ、すいません、お前まだ若手だよ、お前まだ若手だよ。若い選手がやりづらいなって思うような環境にはしたくないなっていうことぐらいですかね。まあ、すげえな、変わったなお前な。すごいな、まあ、すごいよ。上の人から文句言われるの嫌じゃないですか。だからあんまり言わないようにっていうか、なんか若手が伸び伸びできる環境が一、まあ、このクラブだったらそれが一番なのかなとは思ってるんで、それくらいですかね。はい。いや、また選手が変わったなっていう、なんか苦笑いを浮かべた感じが。いや、だって来た時とか、本当数年なんて他の人に、他人に興味ないやつだからっていうぐらい人のことなんて何にも考えてなかったんで。まだそこまで興味あるわけじゃないですけど。そう、ないんだ。今もね、そんなに興味あるわけじゃないですけど。でもそういうふうに、あ、まあ、なんか上から言われるのが嫌だったっていうよりは、まあ、上から言われてビシッとしたこともあるし、それも大事なんだろうなと思うけど、なんかやっぱ時代にちゃんと俺ら合わせられてるよな。意外と今めちゃくちゃキレて若い子に響くのかっていうのもちょっとあり、そこもあるし、まあ、なんか怒られ慣れてない人たちもたくさんいるだろうし、まあ、それよりは自分の特徴とかっていうのを早く出してもらって、でダメなところがあったらそこは少しずつ注意するみたいな感じが、まあそれが多分今の時代に合ってんじゃないかなとは思いますけど、はい、根性の時代じゃないですからね。いや、根性の時代で生きてきた僕としては寂しいですけど。そうですね。はい。ちょっとここからは今後の展望の話もお伺いしたいんですけど、今回 ACL もグループステージ勝ち進んで、で ACL 決勝トーナメントっていう、これを、まあ、いいきっかけに、発展するいいきっかけの、にはなるとは思うんですけど、その発展、どういうふうにこの ACL をきっかけにクラブが発展していってほしいか、そしてそこにどうお二人は貢献していきたいかっていう展望のところでは、何か思うところはありますか？深いですね。まあ、長くいるからこそもう少しこう注目とかってつけたいところも正直ありますけど、でも、まあ、ある程度は必要かもしれないけど、僕たちはビッグクラブじゃなくて他のクラブの真似をしても多分うまくはいかないし、自分たちのチーム独自でいろんなことを考えて、まあ、会社の人たちもそうですけど、そういうふうに伸びてきたところがあるチームだと思っているので、まあ、よそを真似するとかどっかのチームのようになりたいっていうような考え方ではなくて、自分たちにしかできない、自分っていうその独自な、まあ、オンリーワンのようなクラブになるために、まあ、もう少しいろんな面で整備していかなきゃいけないところもあるし、まだまだ足りないところもたくさんあって、まあ、他のチームから来た選手たちはまだびっくりするようなところもあったりとか、もうもちろんしますけど、いいところはしっかり伸ばして、足りないところはもう少し補ってっていう中で、まあ、ヴァンフォーレ甲府っていう独自の進み方っていうのをこれからももう少し早いテンポで進めていきたいなと思いますけどね。はい。個人的なことでいいんですか？はい。あんま言っていいのかな？大丈夫だろ。やっぱり練習場とかそういう環境のところは最低限の環境を整えてほしいと思いますし、ファンサポーターとの距離感とか、スポンサーさんとの距離感とか、そういういい距離感のところはやっぱこのままの距離感というか、まあビッグクラブとはちょっと違って、まあなんかちょっと上の存在みたいな感じのビッグクラブだったらあると思うんですけど、もう同じくらいの
まあ、本当親戚じゃないですけど、まあ、それぐらいの距離は本当このクラブのいいところだと思うんで、まあ、そういうのも残しつつ他からオファーがあっても、まあ、すぐに出ていく決断をするというよりももうちょっとここで結果残してとかもうちょっとここで自分が成長して上に行くっていうすぐオファーを来たら行ってしまうんじゃなくて、まあ、もうちょっと食い止めれるぐらい の, それはまあお金を出すとかではなくてその自分が成長できる環境だと思ってもらえるような環境になればいいかなと、まあ、結局多分地方クラブなので本当にステップアップの場としてなってしまうのは仕方ないことだと思うんでその成長する期間がもうちょっと長くなるぐらいのところまで持っていければもうちょっといいかなと思いますけど、まあ、そうですね、まあ、他のチームに行きたくなる気持ち、まあ、長くいればここのチームの良さもたくさん知れるしっていうのは僕と、まあ、もちろん川田は特に感じているところだと思うんですけど、まあ、今言ったように止めれる止めれないは分からないですけどやっぱりワンオルコフからそのまま海外のチームに行くようなそういう成長した若手っていうのが出てくるような環境にの場としてのステップアップクラブとしてっていう立ち位置ではいたいと思いますね、はい、すいませんそしたらちょっと時間になってきちゃったね最後に ACL 決勝トーナメントに向けた意気込みをお一人ずついただいてもいいですかそうですね僕たちは失うものがないって言い続けてずっと戦ってきましたけど、まあ、その気持ちを忘れずに何か守りに入るようなことがないように素晴らしいサポーターたちとともに決勝トーナメント1回戦も熱く戦っていきたいと思います不安はすごいあるんですけど本当にでもやっぱり去年から、うん、一昨年からか続いてるこのなんか夢のような今までなかったようなことだと思うので本当に、これやっぱもうちょっと続けたいというかサポーターもアウェーまですごい多くの人来てくれてましたしまた多分次の韓国もすごく来てくれるんじゃないかなと思うので1試合でも多くやりたいですしあんまり上優勝狙いますとかはなくて1試合ずつ本当に戦ってより長くこの大会続けていければいいなと思ってるんで頑張ります出ました。ありがとうございます。はい